今回なんですけど、アーネストから、えー、今期ね20年秋風のアイテムで、えー、再販が、ね、ありましたので、あのー、再販のアイテムとして追加で入ってきたアイテムを、ね、今回は、えー、紹介したいと思います、まあ。リストックという感じで、ねはい、入ってきたアイテムなんですけど、もう、ね、実は僕も身につけてまして、2、は、肩、いねえー、入ってきました、まあ。アクセサリーなんですけど、いずれも1、はいまあ、つが、えー、ネックレスですね。はい、こういうい感じでゴールドの ネックレスでロケットペンダントになってて開けるとアーネストのこうブランドロゴというかブランドアイコンかの画像がこう写真で入っているというようなネックレスです。で裏には EWB とちょっと見えづらいと思うんですけど黒印が、まあ、ブランドのロゴの刻印が入ってますというようなネックレス。 ですで確かに長さがどんぐらいだったか50後半ぐらいだったかなと思うんですけどちょっと長めのこう胸の中心あたりに来、えー、るぐらいの、えー、長さになってますはいなのでまあなんだろうなこれ1つでつけてもまあいいっちゃいいと思うんですけど僕の個人的には今やってるみたいにネックレスの、ね、レ,イオレ,イレイヤーレイヤーアーみたいな感じで、えー、つけるのが結構かっこいいかなと思いますはいこんな感じで。 うん、いいね、はい、最近ね毎につけてますはいこれが1、えー、つ目ですで2つ目がリングリングなんですけどこれもえっ、ー、とさっきのねあのネックレスの裏裏の刻印と同じブランドのロゴの刻印が、えー、EWB とちょっとね分かりづらいんで写真でもねちょっと出しておこうかなと思うんですけど入ってる、まあ、ゴールドのリングですで、えー、と両方とも、えー、素材はシルバーでできていますはいまあ、シグネットリング なんですけどでまあゴールドではあるんですけど全体的にねなんかちょうどいいような大きさまあ、うん、大きさかなサイズ感があんまりいやらしくないような、えー、感じかなと思いますし最近やっぱねあのシルバーのリングが、えー、多いと思うので一つねゴールドも持っててもいいかなと思いますはい、うん、しかもなんかねあの一説によると噂で聞いたんですけど僕もあくまで噂なんで、えー、ちょっと分かんないですけど最近ね結構ゴールドがね逆に着てる というね噂を仕入れましたので <laughs> まあ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 ,、まあ、まあ一つの参考にしていただけたらなと思いますはいこんな感じででサイズなんですけどネックレスがワンサイズ展開でお値段が3万円です税抜き3万円でえー、とリングリングが2サイズ展開で S が17号で M が20号、まあ、大体約17号と20号っていう2サイズ展開になって で、お値段が2万円です、税抜き2万円。なので、まあ、なんかね、お手頃な価格で、いいアクセサリー探してる方に、ぜひおすすめの2点です。はい、そんな感じでした。まあ、これねあの、いずれにしても僕のなんで、はい、まあ、あのね、おソロにしたい方いましたら、あの概要欄に URL を貼っておきますので、チェックしていただけたらなと思いますあの。たまにネックレスのおすすめ聞かれるんですけど、はい、まさにこれ、おすすめです。はい、いい感じで。 うん、こっちもね、あのー、チェーンが結構細いんで逆に、えー、上品な感じになってるんじゃないかなと思いますはいこんな感じでしたはいなので気になる方いましたらチェックしてみてくださいそんな感じでしたまた